マイクテスト、マイクテスト。マイクテストでーす。よいしょ。よっ。よっ。はい、どうも皆さん、こんにちは。幻想楽団です。ですね、春になりまして、私もね、冬眠から目覚めたということでですね、動画をですね、久しぶりに撮っております。はい、皆さん、本当にご無沙汰しております。はい、ちょっとね、いろいろありましてですね、忙しかったんですけれども、今日あたりからね、ちょっとずつ動画を撮ろうかなというふうに思っています。というわけでね、お気づきの方もいると思いますけれども、手が動きます。イエーイ。というわけでね、モデルを変えました。モデルを変えたっていうか、まあね、バーチャルの人、体いっぱい持ってるのも、まあなんか当たり前みたいな前提みたいな感じありますからね、いいんですけれども、まあそう、報告がてら、こんな目ができるようになりました。いつ使うんだこれ。この表情いつ使うんだ、わかんないけど。まあでもどっかで使いますね。こんなのができるようになりましたね。これは前からしてたかな。前からしてた気がします。で、それから、これね。はい。まばたきがね、任意のタイミングでできます。で、まああとはなんかこんな顔もできる。これね、これ私がよくやってる顔ですね。リアルに私がよくやる顔、これですね。はい。というわけで、なんですけども、で、まあ今日はね、この報告だけなんですけど、まあでも報告だけっていうのもね、なんかね、あれなので、どうしようかな。じゃあなんか幻想雑学をね、一つ言って終わりにしましょうかね。何がいいかな。まあ、じゃあ、ランタンあたりいきますか。ランタンとか、あとセリウムとかもそうなんですけども、結構ね、ランタノイドの最初の方の元素っていうことで、まあ、非常にマニアックな元素かなという、まあ、身近にはないかなという感じがするんですけれども、なんとですね、結構身近にありまして、特にね、タバコを吸う方がね、結構身近かな。ライターあるでしょ、ライター。ライターのさ、なんかほら、絞ってやるやつあるやん。ギザギザってなって、この手でも限界があるんだけど、結構表現力は、困ってるってことは、まあ伝わると思う。なんだけど、ライターの絞ってある、回す部分あるでしょ。あそこのね、金属に実は使われていて、セリウムとか、ランタンとかっていうのを多めに含んでいるミッシュメタルっていう、金属があって、これは結構発火しやすいっていう性質を持ってるんですね。なので、指でジュッてやった程度で火花散るの。あと不思議じゃないです。そもそもさ、普通の金属で、例えば鉄とかハンマーとかでね、火花出そうと思ったら結構いるよ。結構力いるんだけど、でもあれだとね、ちゃんとね、上指の力だけでできるっていうね。これが、発火合金のすごいところなんだけど、その発火合金に実は使われてる。そういうね、話があります。ランタンとセリウムは、だから、使い捨てライターのね、フリントっていうのだけで、ボッてやるところね、あれ見るときに思い出してあげてください。はい。というわけで、今日は報告とそれからランタンの話をしましたね。はい、それでは、以上としたいと思います。お相手は幻想楽団でした。バイバーイ。これができるようになったらめっちゃ嬉しいね。バイバーイ。